7月19日の星座別運勢ランキング。第12位水亀座。休息とリフレッシュの日。今日は無理をせず、リフレッシュする時間を大切にしましょう。心身を癒やすことが大切です。ラッキーアイテムアロマディフユーザー。心地よい香りがリラックスを促し、癒しを提供します。ラッキーカラーラベンダー。第11位双子座。計画を立てる日。今日は計画を立てて、目標に向かって進む準備をしましょう。 計画的なアプローチが成功の鍵です。ラッキーアイテムプランナー。目標を整理し、達成に向けて計画を立てるのに役立ちます。ラッキーカラーシルバー。第10位サソリザ。人間関係を大切にする日。今日は友人や家族との関係を深めることが大切です。コミュニケーションを楽しみましょう。ラッキーアイテムフォトアルバム。思い出をまとめ、絆を深めるのに役立ちます。ラッキーカラーピーチピンク。第9位を止めザ。 健康を意識する日。今日は健康を意識して、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけましょう。ラッキーアイテムフィットネストラッカー。運動量や健康状態を管理するのに便利です。ラッキーカラーグリーン。第8位手座。新しい視点を得る日。今日は新しい視点を得るために、普段と違うことに挑戦してみましょう。新たな発見があるかもしれません。ラッキーアイテムカメラ。新しい視点を記録するのに役立ちます。 ラッキーカラーネイビー第7位ヤリザ創造力を発揮する日今日は創造的な活動に取り組むことで新たなインスピレーションを得ることができますラッキーアイテムスケッチブック自由にアイデアを描き出すのに最適ですラッキーカラーティールブル第6位シザ新しい趣味を始める日今日は新しい趣味に挑戦してみましょう興味のある分野に挑戦してみてくださいラッキーアイテム DIY キット創造力を発揮し 新しい趣味を簡単に始められます。ラッキーカラーオレンジ。第5位カニザ。自然と触れ合う日。今日は自然の中で過ごすことでリフレッシュしましょう。公園や自然散策がおすすめです。ラッキーアイテムハイキングシューズ。快適に自然を楽しむために役立ちます。ラッキーカラーグリーン。第4位天秤座自己成長の日。今日は自己成長に焦点を当て、新しいスキルや知識を身につける努力をしましょう。 ラッキーアイテム学習ノート。新しい知識を記録し、整理するのに役立ちます。ラッキーカラーライトブルー。第3位を羊座。新たな挑戦の日。今日は新しいことに挑戦するのに最適な日です。積極的に行動してみましょう。ラッキーアイテムランニングシューズ。新しい挑戦に快適さを提供します。ラッキーカラーレッド。第2位王座。感謝を伝える日。今日は周囲の人に感謝の気持ちを伝えましょう。 感謝の心が良好な人間関係を築きます。ラッキーアイテム感謝カード。感謝の気持ちを形にして伝えるのに役立ちます。ラッキーカラーゴールド。第1位を牛座。目標達成の日。今日は目標に向かって努力が実を結ぶ日です。計画を立てて行動しましょう。ラッキーアイテムチェックリスト。タスクを整理し、目標達成を助けます。ラッキーカラーエメラルドグリーン。